マサリコスは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体。サンタコンバと、コマルカド・シャージャスを構成する。ガリシア統計局によると2013年の人口は4141人。住民故障は、マザリキン、カ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は99.45%。マサリコスは、アコルーニャ県の西部に位置し、コマルカド・シャージャスに属する。 北は、ドゥンブリーア、ビミアンソ、サスと、東はサンタコンバ、ネグレーラと、南は、オーテス、ムーロスと、西は、カルノータの各自治体と隣接、自治体中心地区は、マサリコス教区のアッピコータ地区。マサリコスは、ムーロス司法管轄区に属する住民は12の教区の96の地区に居住する。 この地域では多くの巨石建造物が発見されており、最も古い記録では旧世紀にはすでに言及されている。自治体市長はガリシア国民党のホセマヌエル・サントス・マネーロ、自治体表議員はガリシア国民党、6、ガリシア民族主義ブロック、3、ビマス、2となっている。市長当選者、ホセマヌエル・サントス・マネーロ市長当選者、 ホセマヌエル・サントス・マネーロ市長当選者、ホセマヌエル・サントス・マネーロ市長当選者、ホセマヌエル・サントス・マネーロおよそ半分の住民が、自給自足のために強小な土地で農業、及び牧畜業に従事している。特に牧畜は重要な産業である。1978年、1979年、2006年の山火事で面積が縮小してしまったが、待つ、 ユーカリ島が生い茂った広大な森林がある。マサリコスは十二の教区に分けられる。太とは自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。